ほんのわずか、苛立ちと焦りを含んだほころびを待ってたよ。僕が牛若に勝てるわけないじゃん。ただ何本か止めてやろうと思ってるだけ。牛若だ。なんだあいつ。知らねえ。オッケー。第2セット取り返した。たかがブロック1本、たかが25点中の1点、たかが部活。もしもその瞬間が来たら、俺がお前がバレーにハマる瞬間だ。